天ヶ崎駅。天ヶ崎駅は、兵庫県天ヶ崎市東見園町にある、阪神電気鉄道の駅。駅番号は、HS09。住所の東見園町は、駅の部分だけがこの町名であるため、地図では、スペースの都合で省略されていたり、作品には載っていない場合がある。西日本旅客鉄道、JR 西日本にも、同じ駅名の甘崎駅があるが、直線距離で一。 800メートルほど離れている。このため、一般的には、東駅を、阪神天ヶ崎、バンに、JR 駅を、JR 天ヶ崎、J に特別することが多い。なお、この項目では、阪神南馬線が開業した2009年以前に、ついては、旧路線名の西大阪線、または、その前の正式路線名であった、電房線を使用する。阪神電気鉄道が、 神戸三宮駅等で運行しているすべての種別が停車する唯一の駅。昼間時間帯は当駅で急行と普通が環急接続を行う。また梅田当駅間の急行は基本的に大阪南波方面に直通する快速急行と接続して神戸三宮方面へのアクセスを確保している。阪神南波線と本線間を直通運転する。 快速急行は6.80両編成で運転され、8.10両編成で、当駅に到着した列車は4番線で、大阪南場、奈良側の2両、または4両の開放作業を行い、当駅神戸三宮駅間は6両編成で運行される。島式ホーム4面6線を有する公開機でホームは2階に、ある。改札口は1階にあり、旧来の西改札に加え、 2007年3月17日より、北改札が新設され、2カ所となった。新設された北改札口のコンコースは、1990年代前半、駅北側に隣接する、市立阪神山ヶ崎駅前駐車場の地下搬入路を建設した際、起動下の森土工家と共に掘削したため生じた、空間を稼働強とし、整備、後に利用されたものである。なお、 当時からコンコースとしての計画があったかどうかは不明である。このほか、4番線は、阪神南場線からの当駅止まり、列車の降車ホームとしても使われている。街頭列車は4番線で乗客を降ろした後、ホーム西側の引上げ線で折り返して、改めて、大阪南場方面行きとして3番線に入線する。2番線は、本線上りホームと阪神南場線。 上りホーム、5番線は、本線下りホームと阪神南波線、下りホームで挟まれる形となり、本線と阪神南波線相互の同一平面上での対面の理解が可能となる。梅が南波方面を例にとると、3番線の南波線ホームから2番線の本線列車へ、さらには、その2番線列車を通り抜けて1番線の本線列車へ、直接乗り換えることができる。 そのため、配線上では2番線と5番線が主本線ではあるが、環球接続時には対比する普通列車の方が主本線に入線し、優等列車の方が対比線、1番線及び6番線に入線する形にすることで円滑な乗り換えができるようにしている。なお、2番線は大阪南波方面への発車にも対応している。ホーム有効長は1番線と2番線、 1>, 1番線、側ホームは、近畿日本鉄道車両6両編成対応の130メートル。2番線、3番線、側ホーム。3番線、4番線は、近鉄車両10両編成対応の215メートル。5番線、6番線は、阪神、山陽電気鉄道車両6両編成対応の120メートルである。4番線の乗車位置は、 阪神南馬線開業時1から10まであったが、編成量数に関係なく停止位置目標は同一であるため、大阪南馬、奈良川の乗車17の10は通常は当駅で開放される車両用である。2006年11月11日までは、現在の阪神南馬線、上りホームが、本線上りホーム、旧1.2番線ホーム、現在の阪神南馬線、 下りホームが本線下りホーム93.4番線ホーム。現在の本線下りホームが当時の西大阪線ホーム96番線ホームであった。旧4番線、現、5番線は当時から本線下りホームと西大阪線ホームで挟まれており、本線、西大阪線相互の同一平面上での乗り換えが可能となっていた。なお、当時は、 現在の本線のボリホームは存在しなかった。さらに、かつては、旧6番ホーム大物寄りの切り欠き部に、旧5番線が存在しており、当時は5番線に、西大阪線の普通列車、6番線には西九条駅、三宮駅間運転の西大阪線特急が、発着していた。しかし、西大阪線特急の廃止と、有効長は2両編成分であったため、4両編成が、 通常の編成となってからは使用されなくなり、直下を通る駅前駐車場の地下通路建設工事に伴い、1990年代に撤去された。阪神南馬線開通に備えた改良工事が2003年7月より行われ、2009年3月20日の同線完成をもって完成、島式4面6線に拡張された。これにより、この駅は、 大阪市の北梅田駅と南大阪南波駅への分岐点となった。なお、鉄道駅総合改善事業としての補助を受けるため、工事着手前に当駅の関連施設は神戸高速鉄道2乗取れ、同社が事業主体となって施行している。2009年3月まで神戸市主体の第3セクターであった同社として、初めて市外に鉄道施設を持つことになった。 まず第一段階として、2006年11月12日より3.4番線がそれぞれ4.5番線に、開番、当面3番線は、欠番となるされ、4番線、93番,番線に、西大阪線、5.6番線、94.6番,番線に、神戸方面行きが、初切るようになり、従来の神戸方面行きホームと、西大阪線ホームが逆転した。さらに、 2007年3月17日より、旧一番線の反対側に、本線上利用新ホームが完成。本線上りホームも、新ホームに切り替えられたため、新ホームの北側に新たに引かれた線路が一番線となり、旧一番線は二番線に改番。それに合わせて、北改札口が新たに開設された。なお、旧1.2番線ホームは一時閉鎖。 旧2番線の線路も使用停止され、改良工事に入った。2008年2月2日に、旧2番線を3番線に、改板の上、改良工事が完成した新2.3番線ホーム、旧1 2番線ホームの使用が開始される。それまで4番線に発着していた西大阪線路西球場行きは、新3番線からの発車に変わり、 改良工事で新設された新2.3番線ホームのエレベーターも使用開始となる。同時に4.5番線ホームは一時閉鎖。4番線は一時使用停止となり、5番線は本線下りホーム側のみの共用となるされ、改良工事に入った。2009年3月20日の阪神南波線の開通によって、4番線の営業列車の発着及び4.5番線ホームの使用再開。 阪神南馬線が西大阪線と呼ばれていた時代列車発車時には梅田駅などと同様の発車メロディが流れていたが延伸区間の開業に合わせて阪神南馬線に解消された後は使用を停止本線と同じように必要に応じて電子ベルで乗車を促す形になった2009年1月の駅改良工事の完了から 同年3月の延伸区間開業まで2ヶ月弱の短期間ではあったが、現行バージョンの発車メロディも使用されていた。当初、天ヶ崎駅が高架化された時点では、阪神南波線上り線、大阪南波方面は、現在の一番線を使用する予定であり、天ヶ崎駅を出ると次の大物駅までの間で、阪神南波線上り線が、本線上下線を往々クロスして、 大物駅三番線に入線する構想であった。そのため、1978年に大物駅が高架化された際も両駅が共に高架駅であるにもかかわらず、本線上下線は両駅間で一度地平に降りて、再び高架を上る構造とされた。ただ、後に本線下り線が阪神南和線上下線をオーバークロスする現在の形とされたものの、 本線上り線は高架化されずそのままとされている。2008年8月下旬にホームと改札口付近に LED 方式の発射表が新たに設置され、同年9月10日からの使用開始と同時に、旧来の幕式のものは使用停止し、後に撤去された。なお、3番ホームの新型発射表の案内部分には、阪神南馬線開通に備えて、 西九条南場なら名古屋伊勢島方面と表記されており、阪神南場線回通以前は暫定的に上から西九条方面のシールを貼って使用していた。2017年、平成29年次の1日平均乗降人員は53,377人である。阪神電鉄の駅では、梅田駅、神戸三宮駅、甲子園駅に次ぐ第4位。 近年の1日平均乗車、乗降人員数は、下表の通り。駅東側には、天ヶ崎車庫、工場があり、以前は、阪神電気鉄道本社が設けられていたこともある。その後、一旦梅田に移転し、平成時代に野田に移転。その他、PTC 指令所がある。車庫の線路が、駅構内まで伸びているため、高架橋は、比較的幅が広い。 神戸側にも引き上げ船が設置されている。西海札向かいに、専門店街、アマスタアマ線、アマスタた甘線がある。また、北口脇には、阪神タクシー専用のリバとコンビニエンスストア、アズナスがある。南口脇には、かつて存在した菓子メーカーのパルナス。聖火から独立して開業した、喫茶店、モンパルナスがある。天ヶ市役所は、 立花駅が最寄りで、行政的な中心地はこの方面になるが、実質的な中心地は、阪神甘ヶ崎駅周辺になる。駅南側には、甘ヶ崎城市や桜井神社など、古い町並みが広がり、歴史的にも中心であることを伺わせる。また、甘ヶ崎市立中央図書館や甘ヶ崎市総合文化、センター、アルカイックホール、 西新博物館、世界の貯金箱博物館などの文化施設も多い。大中規模商業施設の建設等も行われ、再開発が進行中であり、駅そのものも前期したように改良工事が実施された。駅を降りて、東方面には、天ヶ崎城址や桜井神社を含む古い町並みが、西方面には、国宝、重要文化財も多く含む寺町が広がっており、 歴史的な側面を伺わせる。また、老朽家屋が密集した南地区では、2004年1月に都市計画決定を受けて、天ヶ崎ルネッサンスを掲げての再開発事業が行われ、先タワーや阪神天ヶ崎南地区市街地再開発組合の高層建築建設が続いている。南口正面には2005年12月に東予横院が開業した。 寺町寄りには、阪神甘ヶ崎駅前郵便局がある。海明小学校跡地は、校舎を改装して、甘ヶ崎市役所の中央支所となっている。校庭は、公園として利用されており、近隣住民の憩いの場となっている。公園の南西の交差点近くの壁には、戦時中の機銃装車の跡が残っている。駅北側は、 駅前広場の甘ヶ崎中央公園とバスターミナルがある。西方面に甘ヶ崎中央3はで屋敷商店街のアーケード街がで屋敷駅近くまで伸び、神田北通りといった観楽街も備えている。東方面には中央公園と直結する空中庭園と国道二号線に沿って文化都市としての側面を担う甘心アルカイックホールや甘ヶ崎商工会議所。 天ヶ崎南警察署、天ヶ崎市消防局、中消防署、天ヶ崎郵便局などの施設が並ぶ。駅北側の広場、天ヶ崎中央公園は、駅舎北口正面はタイルで舗装され、中央に噴水が設けられている。その西側は緑地で、東側1階バスターミナル、地下駐車場、2階は大型のペデストリアンデッキ。 空中庭園の3層構造となっている。この駅前広場から北東方向に商業施設アマゴッタを経て文化施設アマシンアルカイックホールまで伸びる空中庭園は再開発事業アマガサキルネッサンスにより設けられた。駅直結の地上の広場、デッキ上の空中庭園の広場は共に週末になると市民コンサートなどの各種のイベント、フリーマーケットなど、 多くの行事の会場となっている。また、天ヶ崎中央公園では、時期によって様々な花が植え替えられる。春には、桜の花が満開に咲き誇り、植えられた花と混じり合い一層華やかになる。天ヶ崎中央公園では、2003年と2005年に、阪神タイガースのセントラルリーグ制覇直前から、当日にかけて移動者による特設テレビが設置され、 パブリックビューイングが開催された。優勝当日は数千人規模の監修が集まり、露店も多く出店。優勝後は鏡開きも行われた。北改札口前は阪神タクシー専用で、あとは西改札口の北側と南側にある。以前はトワイライト、神戸号熊本、鹿児島行、九州三考バスや天ヶ崎福山線福山駅。 友のうら友鉄道の高速バス、大阪国際空港業リムジンバスも南口から発車していた阪神バスと阪空港交通の共同運行。また、一般路線は、西は神戸山宮を経て、神戸税関前まで、東は大阪市内、野田、梅田新道、内本町まで運行していた。特急以外は北口から発着。 11番13番13から2番70番は、天が崎交通事業振興との共同運行。北口ロータリー内に阪神バスサービスセンター、案内所、定期券等発売所がある。北口から発着。方向幕には、阪神天が崎と表示されるが、2009年10月31日まで、正式な停留署名は、ただ単に、天が崎だった。かつては川西から先。 池田まで運行していた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。